伝説のステージサマーソニックオーソニック20のナンバーアンダーライン愛が新曲 INZM で会場を盛り上がらせた。Absorb the game holistically, then it's probably gonna take a few leagues at least. 彼らがステージに登場すると、会場は一気に熱狂の渦に巻き込まれ、ファンは歓声を上げ、We needed to play into them. Yeah, no, like, この日のセットリストは、彼らの代表曲から It's kind of the same way for me, or was the same way for me, you know, whenever I went back, because like, I would like play it, like,For a league and then like take a break for a couple of years and come back. I love that game. Like, I think I'm done with it for my lifetime. I've had enough hot takes out for one lifetime, but like, it's great. Something that complex.彼らがどれだけの努力を見せているかが分からない。音楽はもちろんのパフォーマンス全体の構成、視覚効果、そして観客との一体感を作り出すための緻密な準備がなされているのです。For such a long time, it'd be just like such a good ARPG for so long. I think that's impressive, but yeah, there's...It's so intimidating. There's like so much in it. この舞台を提供していました。大阪の会場は広大なスペースと最新の音響設備を備えています。I guess it also depends on the type of person you are, because like that, that alone makes it appeal to me. Right. That is just like so dense. ライブが進むにつれ、観客の熱気はますます高まり、会場はまさに打ちかまし状態となりました。この言葉はファンの間で全力で楽しむという意味を持ち、彼らのライブ体験を象徴するものとなっています。ナンバーアンダーライン愛のファンたちはこの瞬間を待ち望んでいたのであり、彼らのアイディアスが揺らいだことで、会場は一体となり、何も忘れられない人との共有しました。しかし、この日のライブは単にエンターテイメントとして終わるものではありませんでした。それはファンとアーティストの間に生まれる特別な絆を感じさせる瞬間でもありました。ナンバーアンダーラインのメンバーはファン一人一人に感謝の気持ちを伝え、彼らと共にこの特別な時間を共有できることの喜びを語りました。このようなコミュニケーションがあるからこそ、彼らの音楽はより一層心に響くのです。ライブが終了した後も、観客の興奮は冷めやらず、多くのファンが SNS にその感動を共有しました。今日のライブは最高だったと、まさに一体感を感じた。250 damage or something, right? And you're like, hell yeah. And then, like, the next level gives you 50 more damage. Just like, bro, what? このように、サマーソニック大阪2024でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、多くの人々にとって特別な記憶として残るものとなりました。
音楽フェスティバルは単なる音楽の祭典にとどまらず、参加者同士の交流や新たな出会いの場ともなります。そこで生まれる感動や興奮は日常の中では得られないものであり、まさに音楽の持つ力を実感させるものです。さらに今回のフェスティバルでは暑さ対策も重要なテーマとなっていました。夏のフェスティバルは楽しい反面、過酷な環境で行われることが多く、特に大阪のような地区では気温が非常に高くなることがあります。そのため主催者側は観客に対して水分補給や日陰での休憩を推奨し、また会場内に冷却スポットやミストシャワーを設けるなどして熱中症対策を徹底していました。こうした対策が功を奏し、多くの観客が安全にフェスティバルを楽しむことができました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーもこうした暑さ対策に配慮しながら最高のパフォーマンスを届けるために努力していました。ステージ上での激しい動きやパフォーマンスはもちろんのこと、彼ら自身もこまめに水分を補給し体調管理に努めていました。ファンからの応援メッセージにも、暑さに気をつけて水分補給を忘れずにといった言葉が多く寄せられ、ファンとアーティストの間でお互いを思いやる気持ちが感じられました。また今回のフェスティバルでは SNS の活用も大きな役割を果たしていました。ライブの様子や会場の雰囲気をリアルタイムで共有することで、現地に来られなかったファンも一体感を感じることができました。特にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに対する期待感や興奮が SNS で広がり、ライブ後もその余韻が続くことで彼らの音楽がさらに多くの人々に広がっていったのです。サマーソニック大阪2024は音楽フェスティバルとしての成功を収めただけでなく、参加者一人一人にとってかけがえのない思い出を提供する場となりました。その中でナンバーアンダーライン愛は確実に自分たちの存在感を示し、多くの人々の心に深い印象を残しました。彼らの音楽が持つ力は単に耳で聞くだけではなく、体全体で感じ共に楽しむことで進化を発揮するものです。そしてこうしたライブ体験を通じて、音楽が人々をつなぎ感動を共有する手段であることを再認識させられました。これからのナンバーアンダーライン愛の活動にも大きな期待が寄せられています。彼らがどのように成長し、どのような音楽を届けてくれるのか、その未来に対する興味につきません。また今回のフェスティバルで得た経験やファンからのフィードバックを生かし、さらにパワーアップしたパフォーマンスを見せてくれることは間違いないでしょう。次のライブやリリースが待ち遠しいと感じるファンも多いはずです。最後に、今回のサマーソニック大阪2024に参加したすべての人々にとって、このフェスティバルがどのような意味を持っていたのか、そしてそれがどのように彼らの人生に影響を与えたのかを考えると、音楽の力とその影響力の大きさを改めて感じることができます。音楽はただ聴くだけのものではなく、体験し共有し、そして心に深く刻まれるものです。ナンバーアンダーライン愛がこのフェスティバルを通じて伝えたかったメッセージはまさにそのようなものであり、彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています。これからの音楽シーンがどのように進化し、どのような新しい才能が現れるのか、そしてそれが私たちにどのような影響を与えるのか、その全てが楽しみであり期待に満ちています。そしてまた次の夏、サマーソニックのような音楽フェスティバルで再び音楽の魔法を体験できる日が待ち遠しいと感じるでしょう。音楽は生き続け、私たちの心を豊かにし、そして未来への希望を与えてくれるものです。ナンバーアンダーライン愛がその一翼を担っていることは間違いありません。